こんにちは、パーシモン加藤です。パーシモンを使うんでパーシモン加藤なんですけどね、まあそれはさておき、飛距離アップシリーズその8まで来ました。前回は腰の回転について、よく下半身リードとか左への体重移動とか、これ私がすごくアマチュアの方が飛距離を伸ばす上での弊害になっている部分だということについて解説しました。今日もそのアマチュアの方で多くの方がこうやろうとしていることためってところですね。やっぱり飛距離を伸ばそうとすると皆さんなんかこうためを作って、それをなんか一気に解放して飛ばすみたいなことをね、意識されてる方が多いんですけど、これも、アマチュアの多くの方の、飛距離をロスしてる原因となってる部分でもあるので、それについて解説したいと思います。まずどんな感じでやってる方が多いかっていうと、トップから前回説明したように下半身一生懸命戻そうとして、手はそのまま戻してくると。練習場でね、一生懸命こうやってやってる人すごい多いんですよね。これね、なんでわざわざこんなクラブ寝かしてこうやって遅らせてこれで飛ばそうとするんですかね、まあよくあるのとしては、こうなんかこうボールを投げる動きと一緒で、こっちから戻って腕が最後にビャッといくっていうんですけど、これはゴルフの場合はこれ使いますからね。でなおかつ、これだけの長さがあると、これをどう利用するか、飛距離を出すためにはこのヘッドのスピードが最も速くなる、または打った後に速くなるように打っていくのが一番、飛距離が出ると。なおかつこのスイートスポットで捉えるのが一番飛距離が出やすいと、それをわざわざ一生懸命右手これをほどかないで、このままよく右手に力入れちゃいけないっていうのは皆さんも聞いてたり意識されてると思うんですけど、このためを作るっていうこの動作は非常に右腕に力が入ってるんです。なんでかって言ったら、クラブはこの先の方が当然重くできてるわけですよね。こっちの方が軽いですよね。重いってことは重力でこうやって落ちるのが自然な動作なんですよね。こうやって落ちるのが、これを落ちないように一生懸命このままキープで、ここからバーン、こんな飛ばないしまっすぐ行かないですよね。コースで使い物にならないですよね。このためっていう部分で、今私言いましたこの右腕、このトップのこの形を崩さずこのまますごい力入ってるっていうのを理解してください。このまま腰の高さに持ち上げてやったら、この状態のまま持ってきてるんですよ、こうやってやって。でこの体開いたところで、ここで一生懸命こうやって解放させようとする。これでは飛ばないです。じゃあどうしたらいいかっていうと、ここに戻したいんです。バックスイングしたらここに戻したいんです。バックスイングっていうのは左腕はほぼ変わらず回ってて、この右肘が畳まれる、で若干このヘッドの重みで手首が少しコックが入る、まあ、これも意識するほどじゃない、自然にこういくわけなんですけど、ってことはこの右を戻す動作を入れないと元の位置には戻んないんです。で多くの方はこれを使っちゃいけない、このままだって言うんで、クラブ寝る、遅れる、フェース開くっていう状態になってるんです。右を使うんです。使うっていうのは元に戻すんです。こういうふうにこれが使えないとヘッドは走らないし力伝わらないですよね。前回やったこれをこうして内股でやると、こっち流れないんで勝手にこうやって出るようになるんですよ。そこの部分をしっかりこのトップからですね、こうやってやってキープするんじゃなくて、これを元の位置に戻すんです。こうやってアドレスの位置に、分かりやすくやったら、クラブヘッドをへその高さに持ち上げて振る、これはおかしいです、当たんないですね。これを元の位置に戻す。これつま先上がりが苦手な方もこうやっていくから打てないんですよね。
元の位置よりも体が前に出るから、前上がりだと土手に自分が近づいてるようなもんですから、この右腕を戻す、これを戻してあげる、このままじゃない、このままじゃない、これを戻す、トップの位置から溜めるんじゃないですか、このヘッドから戻しちゃっていいんですよ、こうやってやって、こう右足の前では戻ってきて、クラブヘッドが手を追い越してこうやっていくぐらいです。そうすると見てもらうと分かるように、こう左肘が畳まれてクラブが立つんで出ないんです、体が出ないってことは力が逃げない、でクラブはくるっと素早く回って、これに引っ張られて最終的にこういうフィニッシュまで行くんです。でもそれは全て体がメインでこう行くんじゃなくて、クラブヘッドのこの遠心力を途切らさずにクラブを回して振っていって、これに引っ張られてグイッとこういうフィニッシュに行くわけです。フィニッシュがしっかりこう体が回るっていうのは、クラブがしっかり振れた結果なんですよね。それをこう溜めて下半身リードで体だけこうやってやってもまっすぐいかないし飛ばないです、これはね。でよく私の門下生にもこれとこの右腕のこれをやらせると、こんな手打ちでいいんですかって言うんですよね。手打ちじゃないの、手が触れちゃうの、クラブ振れば腕は触れるんです。このボディターンボディターンって言い始めてからこういうことを言うと、そんな手打ちダメでしょって本当よく言われるんですよね。手打ちっていうのは体が動かない、こういうのを手打ちって言うんですね。バックスイングこう引いて体動かない、でフォローも体残る、動かない、これが悪い手打ち。はい、手上げました、はい、体回ってます、最初右乗ってます、はい、手振りました、回ってます、左乗ってます、これは全然手打ちじゃない。ここを理解しないとうまくなりません。うまくクラブを操ることはできません。クラブが操れないってことはコースでうまくボールを捉えることができません。まずはここからとにかく元の位置戻す、まあ、あの8時4時から9時3時大きくしていってこう振るこうためとかじゃなくて、とにかくここに戻してやりたいんですよね、グラブを。ただそれだけなんです、まずは。でこのクラブが触れてくればこの動きに引っ張られてこう回ってくる。右手使っちゃいけないじゃない、右手戻さなきゃいけないんだから使うんですよ、当然。バックスイングで多少なりこうやって曲げてるんだ、これを元の位置に戻すってことは右手使うの。右手使っちゃいけないなんていうのはね、間違いです。両手でやるんです、ゴルフは。腕振ってください。